どうしよう。ねえ、ノアはどうするの？村に戻るの？大体なんだってこんなことしやがるんだ。なんだよ、賊だとかなんだとか言いがかりなんだろ。俺たちはただの賊だったけどな。え？そうなのか？まあ言いがかりさ。でも口実さえできればいいってことだろう。お嬢様の話を聞くに、今回の帝国の遠征軍を率いているオルドリック公爵は領土的野心を持っていたのは確かのようです。でもでもでも、諸国連合の他の国は助けてくれるんでしょ？そう思いたいですが、公爵は狡猾な男です。今のところは我々グリューム伯領との紛争という形にするかもしれません。諸国連合がすぐに動くか。自分たちに火の手が回るまでは帝国と事を構えたくないと。ふん。その間に自分たちが睨られる準備が整えられていても、見たくないものは見えないふりをして過ごすか。ねえ、これからどうするの？エルティスワイスには戻れないんだよね。私、あの町が大好きだったのに。そうね。みんな、聞いてほしいことがあるんだ。抵抗の軍を作る。お嬢様がそのような話を。いいじゃねえか、ノアの兄貴。帝国の連中を俺たちの土地で大きな顔させてたまるかよ。みんなであそこに戻れるの？それでノア、お前はどうするつもりなんだ？お嬢さんの頼みだからって聞かなきゃならないってわけじゃないんだぜ。約束だからな。いいんだな？ああ。お嬢様の言葉であるなら、私は依存ありません。ここに抵抗の軍を組織しよう。おお、なんかいい感じじゃないか。じゃあノアが暫定でリーダーね。そうなるのか。さっきの話だとそうでしょう。ノアの兄貴、俺は感動してるぞ。あくまでお嬢様が戻るまでの暫定ですが。頑張ってね、ノアのお兄ちゃん。目白にするにはかなり手を入れないといけないな。
やノア君おはよう。どう寝れた？私はここ1週間ユーミルさんにこき使われて筋肉とかバッキバキだよ。力仕事はあんまり得意じゃないんだよね。お嬢様が来るまでに準備を整えるとか言ってるけど、あれ心配なんだろうね。あ、なんかみんな広間に集まってるみたいだよ。行ってみよう。参上だよ。ん？広間はこっちじゃないよ、ノア君。遅いぜ、ノアの兄貴。俺たちのリーダーなんだからよ、シャキッとしてくれよ。あくまでペリエールお嬢様がいらっしゃるまでの暫定リーダーです。でもリーダーかっこいいよ。ノアも期待に応えないとな。ああ、やることは山ほどあります。この一週間、この廃城を使えるようにするために働いてもらいました。力仕事は、自分は頭脳労働の方が向いてるのに。集まった兵士たちの寝場所は、なんとか確保できたな。エルティスワイスの宿と同じとはいかないけど、簡単な食事を提供できるようにしたわ。言われたように行動を通ってきた兵隊たちをここに集めてるぜ。それとみんなに紹介したい人がいます。失礼。極東帝門だ。ユーミルさんにここに町を作りたいって聞いてね。ここで人も多く…おっと、帝国への抵抗をするっていうから、ぜひ協力したいと思ってな。そういうのを取り仕切るのは得意でね。それにいずれここにギルドでも建てて、まあよろしく。建築家のアイリスです。以前はカールス大学にて建築学を教えていましたが、実際の街づくりをしたいと思っていました。今回ユーミルさんからお声をかけてもらい、こちらでその手伝いをさせてもらおうと思っています。新たな建物を建てるときには私にご相談ください。カールス大学？名門じゃない。ケーンです。資源倉庫の管理を仕事にしてます。極東さんの紹介でこちらに来ました。この町を発展させていくには多くの資源が必要になり、それを貯めておく場所が必要になります。よりもいっぱい管理するんでしょ？すごい！私にも教えてください。ええ、いいですよ。私の知ってる管理術を教えましょう。ありがとうございます。これで最低限の施設は用意しましたが、まだまだですね。
施設だけじゃない、人も足りなすぎる。うんうん、仲間をもっと集めないとダメだよね。エルティス・ワイスやその周りの村へ偵察へ行ってきた。帝国の連中はまだいるが、多少は警戒が緩んでいる。そっちでも人集めはできそうだ。よし、やることはいっぱいだ。ここを大きくしなきゃなんねえし、仲間も集めなきゃなんねえ。ノアの兄貴の肩にいろいろとかかってるけどよ、一つ大事な仕事をしてもらわねえとな。大事な仕事？一体何をしたらいいんだ？それはこの城に名前をつけるって仕事だぜ。いつまでも名前なしってわけにはいかないだろう。うん、いいね、いいよそれ。ノア君、これは責任重大だよ。ではこの城の命名を、君のセンスに期待します。なかなかいいんじゃない？悪くないわね。最高だぜ、ノアの兄貴。まあまあですかね。それは置いておき、ノア、抵抗の軍を起こすにはもっと人が必要になります。仲間こそが力になります。これからはそれを増やすことを考えましょう。この近くにも力を貸してくれる奴がいるかもしれないしな。
よし、頑張ろうよ、ノア、みんな。これは行こう。あら、そうね。いらっしゃい。それではまた。どうかしら。儲けさせてもらおうかね。
らっしゃい、ノアのお兄ちゃん。倉庫もなんとか形になったよ。これまで通り何でも預けていってね。大切に保管するから。はいはい。ありがとう。どんな用かな？また。パーティー編成だな。俺様の力が必要なんだろう。ノア君、リャン先輩は心配だよ。張り切りすぎるなよ、ユーテッド。俺参上てか。愛と友情のために。あら、一緒に旅に出られるのね。以上だな。いけません。いけません。よう。
いらっしゃいノア。いつかエルティスワイスに戻れるようになるまではここが私の宿よ。ここも多くの人たちに癒しを与える場所にしたいわね。いらっしゃい。ノア、本当にここにいたんだね。ずいぶんと心配したんだよ。でも元気そうでよかった。あれから村でもいろいろあってね。ほら、覚えてるかい？裏のノーラのところに子供が生まれてね。もう騒がしいのなんのって。いや、懐かしいね。あんたやリーンの生まれた時も村中みんなでお祝いしたもんだよ。ぜひあんたにもお祝いしてほしかったね。今度ぜひ村にも立ち寄っておくれよ。マーサおばさん、村の方は？うん、村の復興は順調だよ。あんたが心配することは何もないさ。そうそう、あれ掃除さんがいるだろう。あの人が張り切っちゃってね。あちこち修理して回ったし。あ、そういえばミリーちゃんは覚えてる？あの子もそろそろ年頃みたいでね。どうやら好きな人ができたみたいよ。応援してあげたいわよね。ねえノア、誰かいい人知らない？そうそう、それであんた同盟軍のリーダーになったって話じゃないか。本当に偉くなったもんだね。そんなんじゃ人手はいくらあっても足りないだろう。これからは私がこの農場で働くよ。みんなの食事は任せておきな。マーサおばさん、心配しなさんだよノア。あんたのおせっかい焼きなんて可愛いものさ。今日からはたっぷり私が働いてみんなにおいしいものを食べさせてあげるよ。安心しなって。さてさて、早速働きましょうか。道具はどこにあるかしら。あとは種に、水やり用のじょうろに。さあ、忙しくなるわよ。ほら、ノアは自分の仕事に戻りな。いろいろやることはあるんだろう。やあ。
様の出番だな。さすがね、みんな。俺はビッグになる伝説の男だぜ。ぶっちぎってくんでよろしく。気合いで受け切ってやる。気合いで
くぞ、野郎ども。みんなを守る。どっせー、まいったか。くらいやがれ。しゃあ、楽勝楽勝。強くなった。すまない。長い黒髪の14歳くらいの女の子を見なかったか。名前はマリンだ。ごめん、見ていないけど何かあったのかい？マリンは僕の妹なんだ。いつもは家にいるんだが、森に薬草を探しに行くと書き置きを残して出かけてしまって。そろそろ帰ってきてもいい頃なのにまだ戻ってこない。うん、わかった。俺も探すのを手伝うよ。え、探すのを手伝ってくれる？ああ、困っているんだろ。ありがとう、助かるよ。マリンは綺麗な石や薬草を見つけるのがうまいんだ。この森で薬草が取れる場所にきっといると思う。案内するから一緒に来てくれ。頑張るぞ。あー、食いしばれよ。やややややや。手助け。誰か。終わりだ。楽勝だったな。俺様の強さに恐れをなしたか。Thank you.
いつもはここの採取場所にいたりするんだが、姿が見えないな。一体どこに行ったんだ。あんなに森の奥には行くなと言ったのに。両親がいなくなってからは妹がたった一人の家族なんだ。自分にも妹がいるよ。君の妹とは随分タイプが違うみたいだけど。そうだったのか。だから妹を探すのを手伝うって言ってくれたんだな。君の妹さんは？そうだな、変わってるっていうか無鉄砲っていうか、自分のことをルーンに祝福されたラッキーガールだって言い張ってるんだ。困ったもんだよ。そうか、君も苦労してるんだね。それなら気持ちはわかるよ。うん、君とはなんだかうまくやれそうな気がするな。でも今はマリンを探すのが先だ。他の場所に行ってみよう。よろしく。あん、手ですな。誰だ、どれ、おら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 、やってやんよ。こんなもんさ、もっと腕を上げないとな。他にするべきことがあるなら仕方ないな。僕は引き続きマリンを探すよ。もし見つかったら教えてほしい。守ってくれるのかしら。手助け。誰か。どっせいせい。やややや。はっ。やってやるぜ。行くぞ。おら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 。やってやんよ。相手じゃないわね。強くなった。
お休みになる。パーティー編成だな。魔法少女の力見せてあげる。将軍、無理はしないでくださいね。はい、わかった。将軍と一緒なら心強いです。さあ来い。よよよよよ。ふんぬ。やっ。どうだ。てい。よし。こんなもんさ。また一つ成長しました。ありがとうございます。